コーヒーの焙煎前半の続きとなります。焙煎機の短期と生豆のピッキング作業後のいよいよ豆を煎る作業の様子です。最後までご視聴よろしくお願いします。意外と早く落ちていくものなんですね。いやでもやっぱ夏場だから遅いですよ。冬場もっと早いんで落ちるの。あ、そういうことですね、はい、もう暑いので、はい、やっぱり温度下がるの遅いっすよね、うんうん、今173度今173度とかですね。そうですね、少しずつ下がっています。160で投入すれば大体温度60度65から70ぐらいにまで落ちるんじゃないかなって予想していて、うんうんうん、その辺を狙ってやるんですけど、うんうんうん、160度投入すれば了解です。65から70ぐらいじゃないかなって予想してるんですけどはいはい、はい、もうそろそろってことですか。そうです、はい、どっちだ、こっち、こっち、あ、こっちですね。オッケー、今165度、はい、65度、そろそろどうしようかなって。そうですね、そろそろ投入しますね。でも、はい、もうちょっとですね、あと4度ぐらい下がれば4度ぐらい投入します。今回は160度で、はい、ちょっと投入して1バッチ目予想というか、はい、そうですね、計画立てていこうかなって。はい、了解です。まもなくスタートします。今投入しました。はい、あ、いや、ちょっと待、釜が開いてたっていう、やばくないですか。やばいやばい。今160にもなるんで投入します。はい、ここで自分火いってちゃう。あ、もう一回再加熱を。はい、はい、今投入して、再加熱しました。はい、一気に下がるんですね。下がりますね。やっぱり豆が入って熱を奪われて、ね、奪われてね、その熱がおそらく蓄熱された熱が生豆に今カロリーとしてかかってるんじゃないかなって思ってますけど、1分経ったんで今ちょっと排気がどういう状況か見て、で手突っ込むとやっぱ熱風が今出てるんですよ。ほうほうほう、今熱風が出てて、今ちょっと排気変えちゃいます、はいはい、今あの排気をちょっと強めました。はい、排気圧は、はい、やっぱ65度ぐらいまで落ちてきましたよね。今上がってきたんですけど、うんうんうん、あ、そうですね、はい、この下がりきった温度が中点って言われてるんですけど、うんうん、まあ、業界的にそう言われてるんですけど、うん、まあ、大体狙った通りのやっぱ65度ぐらいで落ちたんで、うん、まあ、冬場だと170度ぐらいで多分投入しないと同じぐらいの温度にならないので、まあ、それを見て、まあ、中点を合わせて下がりきった温度を合わせて、まあ、焙煎もある程度そう、うん、揃うじゃないですか、はい、落ちきった温度が一緒であれば最下点を合わせて、はい、合わせますよね大体、まあ、1分単位で排気を確認しますね。今2分経ったんで、はい、排気確認して、はい、今確認して今排気をさらに強めてますね。今最初 3.5 スタートしたんですけど 4と4.5ってこう 0.5 ずつ排気を変えてってるんですけど、まあ、おそらく開けた時に熱風が出てるじゃないですか、はい、排気のところこの確認した時に、はいはい、熱があるってことは
あの排気量が足りてないんですよ、おそらく、うんうん、なんですか、うんうん、あの溜まって溜まっててこっちに出てきちゃうってことは、はいはい、排気が足りてないじゃないですか、はい、なので今排気強めたんですよ。でもこの段階でこの触った時に熱風が来るってことは、おそらく自分が投入推奨されてる250よりオーバーで投入してるんで、うんうんうん、容量が何ですかね、生豆自体が容量が大きいので、うんうんうん、うまくこう配置調整ができてないので、うんうんうん、やり方変わると思いますね。なんで今もう最大に開け切って廃棄させてます、はい、でも焙煎量が少なければ生豆が少ないので、今の段階でも廃棄は全然低い数字でも廃棄は何ていうんですか、スムーズにできますね。これは容量を多く入れてるから、うんうんうん、こういう現象が起きてますね。もうある意味特別な動作というか現象を今、はい、させていて、それをさせた結果によって自分が背筋の調整をしていると、はい、特殊なやり方やってるから参考になるのかよくわかんないそうですね、はい、これ、まあ、焙煎でどういうもんかなっていう、そうですね、はい、どこを意識してどういうことで、はい、そのこの機械をどう操作をかけて、はい、まあ、最終的に適正な焙煎に持っていくか、はいはい、そうですね、っていう概念的なところはすごい分かりやすいです。分かりやすいです、うん、そうですね。でもすごいやっぱりチェックしないといけないんですもんね、はい、やっぱり今こう何ですかね、排気がうまくできてない状態をずっと保ち続けると、はい、生豆自体がやっぱりクリーンでなくなるので、うん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 、排気の調整をうまくやっとかないと、液体になった時にちょっと綺麗な感じが出にくいので、うんうんうん、排気は調整は大事っすね。自分投入してから下がりきった温度って65度とか70度ぐらいだったじゃないですか、うんうん、おそらく結構低い数値で自分やってると思いますね、うん、あ、これが深入りとかだともっと高い、なんていうんですかね、低い温度になるじゃないですか、落ちきった時が、はいはいはい、そうすると焼き上がりの焙煎まで長い期間火をかけ続けられるじゃないですか、はい、なので、はいはい、まあ、そのまま、大体150度ぐらいでメイラード反応っていう反応が起きるんですけど、そのメイラード反応を長めに取ると酸味が落ち着いて甘みがおそらくちょっと強めになるんですよ。でも自分浅煎りでそうですね、短時間で焙煎を終わらせてしまうと、浅煎りの場合結構酸が強く出ちゃうので、酸が強すぎるとやっぱり飲みにくいなって個人的に思うので、あえて低くさして、はいはい、甘みを強くさして、酸味を落ち着かせる焙煎をあえてしてます。そういうことですね、はい、浅煎り独特の、はい、まあ、味わいを出すためにいろいろ検証して、はい、そうです、まあ、できる限り低くしたってことですかね。 あえて低くしてます。あえて低くこれを高い温度で下がりきった温度が100度とか120度ぐらいから焙煎スタートさせて、短時間の焙煎で終わらせれば、うん、結構フレーバーはっきりするんですけど、うん、酸強いんですよやっぱ。もう酸強いと結構酸っぱいとか、酸味が強すぎて飲みにくいカップになってしまうんじゃないかなって自分は思うの で、 そうです、ね、あえて酸は低めにするために、うんうんうん、投入温度を低くして、落ちきる温度も低くしてメイランドを長めにとってますね。では温度差を、まあ、大きくとってで、その、はい、焙煎の時間温度の差をうまく利用して、はい、今の味を出していると、はい、出してます、はあ、これもかなり検証したんですよかなりね、はい、かなり最初豆乳温度は確かに高かったんですよ、はい、で100度とか120度ぐらいから焙煎スタートさせるんですけど、やっぱ酸が強いので、うん、これ結構飲みにくいなと思って、まあそうですね、そうですよね、抽出の違いの味合いがやっと分かってきましたので、はい、
全然違いますからね、はい、そうなんですよね。なんで短時間で焙煎を終わらせると普段の飲んでるコーヒーよりもっと酸味強いはずなんですよ。なんであえて低くしてますね。もう廃棄のレベル的にはもう最終、ね、はい、あ、最高に今最高に廃棄させてますね状態、はい、でメモリは変わらず1ですね。 1kPa ですか。もう近づけようかな。またこのそうですね、1キロパスカルの、はい、今137度ですよね。137度、はい、まあこの火の勢いはこれぐらいなんですけどですね、はい、このまたこのシャンシャンって音は豆がドラムで回ってるんで中で回ってる音なんですね、はい。だから動作音的にはそんなにその機械自体の動作音ってないんですね、はい、うん、もっとモーター音とかあるのかと思いましたが意外と静かに。大きい焙煎機だと音するかもしれないですね、まあ、小さいんで分かんないです。大型焙煎機って扱ったことあんまりないんで、はい、了解です。どうだったかな、大型焙煎機触ったことありますけど、でも音がどんだけそんな大きかった記憶ないな。でもこれ回転させてるモーターがあって、うん、多分で排気を調整する排気の機械もあって、はい、でこのレバーで調整すると、はい、で実際にそして今回ってますよね。回ってますね、すごいですね、まあ、こんな感じで回ってますよね。いやや、っと見れました。焙煎ってやってること普通にシンプルですよね。いやでもなんかその時間と温度とその感覚とか、はい、その季節によってとかね、狙ってるんですよね。そこをこうなりたいっていう設定があって、はい、そこを狙って実際結果的にそうなって、はい、で行くのはもうやっぱり経験値ですよね。そうですね、もう何度もやって、はい、今日はこれぐらいだからこの季節でこの気温だからそうですねっていうので狙って実際そこに持ってけるっていうのはやっぱり技術と経験は必要ってことですね、はい、今150度なんでおそらくこの辺からメイラーの反応が起きるって言われてるんですけど、まあ、はい、自分科学者じゃないんでわかんないですけど、はいはいはい、で今150度ぐらいで今メイラーの反応が起きてて、はい、糖とかタンパク質、アミノ酸だったかな、まあ、それが、メラノイジンという物質に変わるらしいんですよ、はい、でそこを今長めに取るので甘みが出やすくなるんじゃないかなって、まあ、でも科学的に証明できてないんで分かんないですけど、でも、うん、カッピングしてるとそんな感じがするので、そうですよね、もう味にまあ出てくる、はい、焙煎って難しいですよね、科学者として携わってるわけじゃないので、はい、なんていうんですかね、それが本当なのかっていうのは難しいですよね、やっぱり。うん、でもやっぱりこれは、うん、そのオーナー、はい、ロースターのまあ好みがあったり、そうですね、どういうものを出したいかにもよるし、はい、そうなんですよね、もう本当に どこにでも寄れるというか、はい、どうしたいかは自分次第、そうですね、でそれを求めるユーザー次第、はい、そうですね、なんですよね。なんで焙煎とか、まあ、抽出もそうなんですけど、やっぱ正しさがないので、うん、答えがなんかもう何でも作れちゃう、無限ですね、無限なんでなんか難しいとこっすよね、本当正しさないんですよね、うん、だから今自分がやってることってそれは自分のやってるやり方なんで、うん、まあ、動画にしてますけど、これが正しいわけじゃないじゃないですか、うん、そうですね、なんか難しい世界ですよね、やっぱり、うん、
そんなことやってるからめちゃくちゃ容量突っ込んでますから、ね、はい、ここはもうね、はい、メーカー推奨じゃないけれども、ね、自分なりのこう、はい、検証結果で、そうですね、やれることを最大限で、はい、なおかつ美味しい、そうですね、コーヒーを目指せて、はい、今提供できてますからね、はい、うん、やっぱりこれもう業界で叩かれないから大丈夫わかりません、はい、ここはもうわかりませんが、まあ、ここはちょっとカットするかもしれない最終的に何度ぐらいまでいくんですか。窯出しは197から8度ぐらいですかね。197、はい、それでもあれかもしれないですね。浅いどうなんですかね。これでも早く出してる浅いの方かもしれないですね。200度とか201、2度ぐらいで出してるお店もあるんじゃないですかね。うんうんうん、深入りだともっと高い。高いです。何度かな、220とか30ぐらいいくんじゃないですかね。あ、おそらく。そうなんですね。あ、でも深入りそこまで焼かないんで、ちょっと正確な温度帯はあんまり理解してないですけど、うん、ぐらいいきますよね、やっぱ。全然違かったりしていや、ほんと深入りあんまり焼かないので。そうですね、さすが浅煎り専門の。そうですね。ちょっと煙も出だしたのは、これがあの茶風系なんですけど、これ焦げるんですよ。あ、そういうことなんですね。あのコーヒーの薄皮が今剥がれてるんですけど、はい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 、これはもう落ちるんでやっぱこう燃えるんですけど、これはもうそういうふうに、はい、あの設計されてるんですよ。へー、これはこういうふうになってるんですけど、うんうん、この中とかにこのダクトとかも溜まるんで、うんうん、マジ掃除しないと火事になるんで、これは怖いです。これなんで毎回掃除しますね。火事になっちゃうんで怖いので、やっぱりこれはそうです、ね、でも離せらんないですね、はい、絶対に目の前で確認しながら。そうですね、これめっちゃ怖いですよね。いや本当に実際ぼやっと起きてるんで、うちじゃないですけどね、うちじゃないですけど、ね、結構コーヒーのロースターは結構ぼやが起きてるんで、うんうんうん、これも言っていいのかよくわかんないですけど、でもやっぱ起きてるから、やっぱり掃除は大事ですよね。ですね。自分の焙煎税は、だいたい180から190ぐらいで、あの水分が、中の水分が抜け切るんじゃないかなって思っていて、でこの辺ぐらいから自分香り嗅ぎ始めますね。お、香り。はい。はいはい、今香り嗅いだんですけど、はい、ちょっとまだ生臭いので。生臭い。はい、嗅いでみます。あ、いいですか。はい。熱いですよ。ちょっと鼻ちょっと近づけて。あ、本当だ。全然。難しいですよね、慣れないと。うん、うん、うん。これがまだちょっと生臭いんですよ。うん。うん。ちょっとまだ生臭いですかね。なんか色づいてはいるけどって感じですね。茶風が鼻に入りました。なんかちょっと枯れたっぽい匂いがなってくるんですよ、抜けた時って、うんうんうん、これが大事だかなと思っていて、うん、これがよく見る焙煎してる人がこまめに確認してるやつですね、はい、うん、今水分抜けたので、今軽く強めました。火力を強める、はい、強めるんですね。強めました。はい、今水分が抜けきって、はい、抜けた状態なので、はい、今火力強めて、今ロースティングっていうのはなんか焙煎の何て言うんですかね、今フレーバーを火力を上げたことによって、はい、今おそらくなんですコーヒーの持つフレーバーが出やすくなってるはずなんですよ、うん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 、今火力強めたんでフレーバーが出やすいように今火力強めたんですよ、うん、で今そろそろ上げるんですけど、これ以上もう水分ないんで、はい、あの火あ落として焦がさないようにしてるんですよ、はい、でこの段階で香り嗅いで、はい、まあ、いい香りのところで取り出す感じです、今198度で、はい、今釜上げしたんですけど、はい、まあ、いい香りのタイミングだったんで、今198度で今釜出しました。ちょっと後半慌ただしさかったですね。慌ただしいです。あ、
はあ。191度、2度ぐらいで、はい、自分は水分抜けたかなって感じがしたので、そこで火力をポンと上げて、はい、あの短い時間ですけど、あのフレーバー引き出して、うん、それ以上火力強めると焦げるので、うん、ちょっと温度下げて最後釜出ししたって感じですね。はいはいはい。で今最後火も止めてたんですね。最後火止めて出しました。そうですね、いや、あの出してから火止めました。あ、出してから火、はい、うん、まあこれもやり方全然違うんですけどね。水分抜きが170-180ぐらいで水分抜きできてるって言ってる人とかもいますけどね、なんか、はい、自分は190度ぐらいになってやっと水分抜けきったかなって感じしますけどね。わかんないです、これは人によるのかもしれないですけど。でも蓄熱性がいい釜だと170-180ぐらい抜けるのかもしれないですね。うーん、もしかするとそれこそその焙煎機の種類によっても、はい、はい、変わってくる、変わってくるだろうなとは思うけど、はい、もう本当にこれはロースターのりさんがいろいろ経験して、はい、これが抜け切ったんだろうなっていう感覚、はい、もう感覚に近いですよね。そうですね、近いですね。まあ、その感覚と結果が全てこう組み合わさって、はい、今に至ってるわけだから、それを信じてそうなった時にこうするっていう動作を繰り返している、はい、そうですね。あ、ちょっと後半すごいなんかパパッと終わってしまったようで、はい、意外と繊細な感じでしたね。そうですね、温度とその間、はい、狙った温度とその間とその抜け切った感覚全てが組み合わさって、はい、落ちたと、ここに落とされたと、はい、で結果この豆が、はい、今これ混ぜながら冷ましてる感じなんですか。そうですね、こっちにもファンがついてて、あのファンがついてるんですか。吸ってんですよ。後ろの方なんですけど、ちょっとめっちゃ汚いですけど、あ、本当だ、ファンがあって、パイプがある。はいはい、今吸ってるんで、はい、であの熱いのを吸ってるんですよ。で冷却してるって感じですね。そうなんですよ、この冷却ができてないと余熱でどんどん火が入っていっちゃうんで、なんで冷却しないとダメなんですよね。冷風を当てるんじゃなくて温風を吸ってるんですね、ですこっちの方で。まあ、でも大型焙煎機とかで扇風機も当てたりもしますけどね、上からやってる人もいますけど、なんかお店って全然違うんですよね。うーん、はい、まあ、正解がないんですよね。正解がないですね、はい。まあ、こういう、まあ、気候のこういう焙煎機で、はい、自分がこういろいろ試した中の、はい、もう動きがこれが一連の動き。そうですね。ああ、これは本当シビアだな。一度排気系壊れたんでしたもんね。排気系壊れましたね。これは結果出ますね。排気系が壊れた時、この回ってるのが回ってなかったんですよ。はいはいはい、はい、なんで排気がうまくできてない状態で焙煎したので、うん、中まで火が通んなかったんですよね。あー、そういうことか。どうなんですかね、排気されてないのでめちゃくちゃ中に、ね、なんですか、熱風が残ってる状態で焙煎してる、なんかその状態だと火が通らないんですかね。流れない、流れないから。そっか、あ、分かった気がするのは、はい、あったかい空気が入る場所がないんですね、抜けないから。はい、あ、そこの中に入ろうと いけないんでしょうね、その、はい、排気されないから。はい、温まった空気が、ああ、そういうことか。なんか中の状態変わるんですよね、おそらく。へえ、うん、まあ排気され半熱風っていうのはそういうことか。はい、排気されてないと火通んないんですよね。いや、わかんないです。自分向けでも生焼きになりましたね。ですよね、はい、いやー、面白かったです。ちょっとうまく編集してね、はい、伝えられればと思いますので。そうですね、あ、いや、自分もうまく編集できるかな、これ。
まあ、いやでも一連のね流れが分かって、はい、よかったですね。またなんかね、はい、こういう機械系のものは僕好きなので、なんか、はい、好きは何ですかね、エスプレッソマシーンの何かこう、はい、まだ調整とかとか、はい、どういう操作してるのか分かんなかったんでね、はい、そういうのも見せてもらえればなと思いますので。分かりました、はい、いや焙煎の動画はこんな感じで、そうですね、締めちゃいます、ね、締めちゃいましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。